はい、皆さんこんにちは。胡蝶蘭を買ってきました。いいですね。私こういうね色好きなんですよ。今回の話はですね、私の胡蝶蘭今日から本気を出すという話なんですけど、一体どういうことかというと、私はですね4年前初めて胡蝶蘭を育ててみようとして胡蝶蘭を買いました。胡蝶蘭を初めてっていうわけで、20代の頃、胡蝶蘭をね何回か買ったことはあるんですけど、育ててみようということでこういうね胡蝶蘭を買ったのは4年前が初めてです。でその頃はでね、ビビり散らかしてたんですよ。なんでかというと、胡蝶蘭は枯れやすいとかね、もうすぐ枯れるとかっていう話をよく聞いてたんで、私に果たして育てられるだろうかっていうね、でビビり散らかしながら、もうだから最初はとにかく高い胡蝶蘭っていうのはもちろん買えないですよね。なので激安品とかね、花が終わった後の胡蝶蘭とか、もう本当に安くなってる胡蝶蘭をもう片っ端から買って、で買うのもね楽しかったんですよ買うのもね本当もう喜んで買ってたんですけど、でそうやって、買いに買って集めた胡蝶蘭はマックス30株ぐらいになりました。その30株の中で、枯らした胡蝶蘭はわずか3株です。わずかっていうかね、枯らしちゃいけないんだけど、3株でも枯らしちゃいけないんですけど、30株の中で、枯らしたのは3株でした。それによって自信がねついたんですよね、ものすごく。これでね、もう胡蝶蘭以外にもね洋蘭をもう片っ端から買い漁って、今私が手に持ってるのはメディオカルカデコラタム、これね小さい可愛いピントが合わないな、小さい可愛い花がね咲いてくれるんですよね。もうほんと可愛くてしょうがない。こういうねもう洋蘭を片っ端から集めて自信がついたんですね、この4年間の、胡蝶蘭生活、洋蘭生活で。じゃあそのこの4年間で片っ端から集めた激安品、30-3、3は枯らしたんですけど、27株はどうしたかというと手放しました。もらっていただいたり、ああ出したりこう出したりして27株は手放しました。どうしてかって言いますと、ちょっと私はこれから本当に本気を出して、もう自信がついてるので、枯らさないという自信がついてるので、ちょっとね本当にお気に入りの胡蝶蘭をこれから集めていこうと。で最終的には何をどんな花を集めるかというと、あの青い胡蝶蘭、青い胡蝶蘭、あのもうちょっとねその青い胡蝶蘭を、できたら今年中にどこかでね、お目にかかって、でそれが私のお気に入りになったら、その青い胡蝶蘭を最終的にはね買おうと思います。ちょっとそういうわけで今日から本気を、胡蝶蘭の本気を出そうと、でまずそれがこの第一歩がこれですね、私好みの色、こういうのをね胡蝶蘭の本気を出すという動画でした。今回は以上です。